どうも皆さん、ゲーム反応者のモコと申します。僕は今 YouTube で、ゲームに反応する動画を、アップして生計を立てております。そんな自分ですが、僕も2年ほど前までは、会社員でした。はい、システムエンジニアとして、働いておりました。そこで、まあ、本日4月2日初出勤を終えた、まあ、新卒だったり、まあ、転職組だったり、まあ、いろんなその高卒だったりね、そういう、まあ、いろんな方がもう新しくね、お勤め先でね、初日を迎えられたと思うんで、そんな方にちょっと僕一言、ちょっとメッセージを送ろうかなと思います。はい。まあ、いろいろとね、なんだろう、まあ、会社がもちろん楽しみだとワクワクするって人の中にいると思うんだけども、やっぱりしんどい、辛い、もうすでに辞めたいっていう、人も多いと思っていて、まあ、自分もその、新卒で入った会社は、もう初日で結構その、大きな仕事というか、その、要は対企業のやり取りの仕事の、まあ、窓口というか、そういったものをちょっと任せられて、結構ベンチャーの会社だったんで、すごいパニックになっちゃって、とはいえ、その他の周りの先輩とかにも、聞けなくて、みたいな感じで、悪循環が続いて、結局何もできなくて、で、お客さん先からいろいろ指摘されて、怒られて、さらには、まあ、もちろん、社長とか、他の前の先輩にも怒られて、何も聞かなかったことも怒られて、みたいな、もう本当怒られてばっかりだったんですけれども、ある日を境に、何かね、でも吹っ切れたんですよね。会社行くのが。会社行くことが苦じゃなくなった、たった一つの考え方がありまして、それが、もう、出社、会社に行った時点で勝ちっていう考え方。はい。もう朝くっそ早い中、特にその、今まで大学生やった人とかって、きっと、もうなんか変な、もう夜遅くまで YouTube ね、ゲームだのなんだの、いろいろ夜更かしして、な3時とか4時に寝て、10時、11時に、ひたしたら昼過ぎに起きて、みたいな生活繰り返してたと思うし、そんな子が、いきなり7時起き、8時起き、6時起きのね、生活って、正直もう、その中でまだ大変なんですよね。そう、それに加えて慣れないこの社会人生活っていうのだったらもうストレス半端ないと思うんですよ。なので、朝起きて会社に行った時点でもうその日の仕事終わったなっていうふうに思うようにしたらすごい楽になって、そう。メンタルを、もう自分のその精神力を全てこの朝出社するってところに注力できたんですよ。したら、結局その会社に行っちゃえばあと流れでもうその、もうおるだけでいいわけですよ、会社に言ってみたら。給料なんて別に働かんでもらえば働く、まあ結果的に働くねんけど、なんだかんだみんな。長くて働くねんけど、働かんでお金ってもらえるし、会社にいるとにかく出勤する、その時間会社にいるっていうのが、もうどんだけ大事かって、一番大事だっていうのをちょっと、皆さんには分かっていただきたいのかなっていうふうに思っております。はい。会社に出社するっていうのが本当に大事なので、ね、別にもうあかんかったら辞めたり辞めたりも、それは仕方ないんですよ、正直。うん。俺もなんだかんだ言って、その、最初の2週間って本当にマジでやめようかっていうふうに考えたんですけど、僕の場合は、その、上京して、もう家も契約して、で、内定先も、まあ、本当に、迎え入れてもらってっていう始まり方で、なんかもうみんなの期待を裏切るのも申し訳ないし、親の期待も申し訳ないし、何がやっぱ自分の、この、東京でちょっとやるぞみたいな、なんかそういう気持ちを、すべてそこで無限に、するっていうのがちょっとしんどすぎて、もうそういうのを考えてひたすら耐えていました。はい。その結果、なんとか最初の会社は10ヶ月、続くことができました。僕でもね。あと多分ね、去年も動画で言ったと思うんですけどもね、細かいことを気にしないっていわゆるこの鈍感力、僕は母親から学んだ言葉なんですけども、鈍感でいるっていうのがめちゃめちゃこれ、大事なんですよね。ちょっとしたこと気になる人、俺むしろそうなんですよ。俺すごいその特に YouTube のコメント欄なんかね別に気にしてないよみたいなふりしつつ別にふりしてるわけじゃないねんけどなんか僕ってそういうの見てないってよく言われるんですけどまあちゃんと見てるんですよコメントも見てるし Twitter のリプライも必ず目通してるしそれぐらい僕周りの目からのその批評とかそのなんか声とかどう思われてるかとかってすごい気にしちゃう人間なんであえてでも鈍感でいる気にしないでいるっていう能力ってすごい実は大事で結局考えた意味ないことに、要は、頭の、その、考える時間というか、リソースというか、なんかそういうのを割くのって、あまりに無駄だし、結局それで病んじゃうからね、余計に。無駄なことをして余計に
病むっていう鈍感でいてほしいなと皆さんに怒られても気にしないぐらいの、はい、よく言うんですよ、会社員だったらね、結構テンプレートからごとく言ってくる人、テンパがいるんですけど、これまあ、今回はいいけども、2回目はダメだったわけですって、2回同じことを失敗したら許さないよみたいなスタンスの人は絶対いるんですよ、これ。100% いるから。俺、それじゃなくていいからって、別に2回、3回間違えても、その都度怒られて覚えれば、それって多分永久に財産というか、自分の知識というかね、脳に吸い込まれるわけだから、1回ミスって、怒られてっていうのを、なんか、一回だけしかダメみたいな、なんかそういうお渡しみたいな人生は、あまりに酷かなと思うんで、そういう、まあなんか、とにかく気にしないことですね。なんか怒られても別に。で、向こうは向こうで別に怒りたくて怒ったわけじゃないと思うし、その、言うことね、あなたのこと見てないんですよ。そう、見てない見てない、だから。だから失敗しても次で怒られてもまたなんかこいつやらかしたなぐらいしか結局思ってないから、だからその時で言葉遣いとかで、あこの人すごい私のこと嫌いなんだな、僕のこと本当にもう会社になんか入れないと思ってんだろうねって思っちゃうから、そういうなんか自己嫌悪っていうか自分に自信がなくなってくるんですよね、怒られてばっかだと自分に自信がなくなるんですけど、言うほどみんなそこまで自分のこと気にしてないんで、なんか難しいですよね、本当鈍感になんかがめつく生きてほしいなっていうふうに、はい、思いますね。はい、ということでね、現在、最初の会社10ヶ月辞めて、2社目は1年で辞めて、そっからずっと YouTuber やってるね、社会不適合者の、何のためにもならない、というかむしろ無責任な、お話だったかもしれませんけども、まあ、こういう考えの人がいるんだよっていうのを、まあ、ちょっと頭の片隅でちょっと置いておっておいたらなと、はい、思っております。まあね、新社会人みんながきっと今頑張ってると思うんで、僕も、頑張ります。じゃあ早速行きましょうか、これ湯船に、使って、3分間息止めます。行きます。